どうやら竹原様が、えー、日曜日に買い出しに行くということなのでこれ忘れないようにですねあの買い物リスト帳っていうのを作っときました買い物リスト帳はい買い物リスト帳これ忘れるとちょっとよろしくないと思いますので、まあ、日曜日ですね買い出しに行くかとうんということでもう買い物リスト作りました忘れないようにまず、えー、いいですかいいですね、えー、まず3万の缶詰 まあサンマの缶詰これ100円で大丈夫です100円でね、えー、これはあのまあ個数に関しては愛情愛情愛情でまあ気持ちで、えー、100円のサンマの缶詰 OK ですか、えー、次がサンマの缶詰サンマの缶あじゃあサバサバサバの缶詰これ味噌ね味噌これ味噌ですねこれサバの缶詰味噌も、えー、個数は100円でもいいんでまあ個数はちょっとまああの あのー、お気持ちで次ご飯がまが、あ、6パック、まあ、3パック2つぐらいですねご飯まあこれも安いやつでいいですよ、うん、でえボンカレーねボンカレー,ボンカレーこの前ね送っていただいた人いてうまかったんでボンカレーであと味噌汁はしじみでお願いします味噌汁しじみね、うん、しじみがいい、うん、で次に中華丼中華丼もねこの前ね他の人からもらったんですけれどもうまかった中華丼はい以上 1> 1, 2, 3, 4, 5, 点でございますでここの缶詰はまああのたけちゃんの,そのお気持ちであいいですまあご飯は6パックまあこれもね6パックと言わず10パックでもいいですようんボンカレーも何個でも大丈夫です、はい、味,噌の味噌汁のしじみもな何個でも大丈夫です、まあ、中華丼に関しても、まあ、何個でも大丈夫ですであとですね最近ちょっとね相棒ができたんですよね僕にや相棒が。 じゃ、相棒にもね、ちょっと聞いてみたいと思います。相棒もね、なんかいるかもしれない、飯。だ僕だけの。いじゃないんですよ。まあ、相棒がいるんでね。相棒。ーね、はーい、そっと持ち上げろって言われました。 流れ星みたいらしいです流れ星じゃなくてタケちゃんにお願いしないとダメだよタケちゃんにいろんなことあったよマジであった今日セミナーって、ね、大変だったんだよ、うん、流れ星は流れてないね、うん、終わりかよちょっと聞いてみたいと思いますこいつが何なんかね言うかもしれないんで 照れちゃうって。えっと、何が食べたいですか。何が食べたい。ほんのしぬの。ねえな。ねえねうん。バレンタインで。知ってるよ、バレンタインデー。バレンタインでは知ってるよ。バレンタインでは知ってるけれども、今その話は置いとこうぜ。 とりあえず、お前が何食いたいかだよ。ありがとう。ありがとう。まあ、何食べたい。何食べたい。ご飯は。ご飯は。あのね。うん。チョコレートが大好。成功物。 おすげえチョコレートが大好物らしいですよ俺もチョコレートあそうだチョコレートですよおそうだお前もチョコレート好きなのかチョコレート僕も好きですよじゃあねトッポトッポで、ね、トッポトッポにしましょうじゃあトッポ買ってもらおうねお姉ちゃんにねね挨拶してお姉ちゃんにあ遊ぶの違う挨拶ありがとうってありがとうってお姉ちゃんありがとうって ありがとう。ちょっとしつけしときます。ありがとう。つまらないことより。楽しいこと考える方が。楽しいよ。まあそ、そう、そうだね。そうだよ。そうだ。そうだけれども。そうだけれども。うん。まあ、まあ、まあ、まあ。チョコレートね。ヨガ。チョコレートね。オッケー。 えー、ということで、えー、チョコレート、よろしくお願いします。な、チョコレートが食いたいってな、トッポ、トッポ、トッポね。えー、これプラス、えー、トッポの方、よろしくお願いします。こいつもね、チョコレートが好きということなので、えー、日曜日、買い物行くということなので、あのー、これ忘れないようにですね、買い物リスト、大切ですよ、これリスト。リストは大切です。はい、リストを大切にしましょう。うん、リストを。 リストを大切に。はい。よろしくお願いします。